聞き間違いじゃなければ僕の名前を呼んでくれたのかい。クス、それは嬉しいな。おはよう、リンカ。あれ、どうして？僕がここにいるか。昨日、リンカが電車の火事の中にいたとき、僕がリンカを運んだんだ。あんな場所にいれば、病院に運ばれてもマスコミが押し寄せてくる。アメちゃんの生徒だと知れれば余計にね。リンカに、そんな負担はかけさせないさ。一日経てば、世界の改変が起こると思っていたから、そこまで大変なことではなかったよ。なんで私が山手線にいるって分かったの？スケールたちと協力関係を結んでいたことが幸いしたよ。信用していいのか分からない人たちだけれど、彼の情報は正確だった。もしかして一晩ずっと隣にいてくれたの？一度僕の荷物を取りに家へ帰ったけれどね。あんな状態の君を一人にしてはおけないよ。ありがとう、ほっとした。それは僕の言葉さ。運命の大広間で君の姿を見ることができたけれど、目覚めないのではないかと不安だったよ。世界がどうなったかだね。ユーの件は世界への影響が大きかったから、僕の認識とも相違が大きい。僕もまだ調べきれてはいないけれど、話をさせてもらうよ。その前にまず学校へ行く準備を済ませてしまったらどうだい？まだ時間はあるけれど、長い話になるからね。思えば、君とこうするのはとても久しぶりだね。私の心が完全に折れちゃってたからね。真央が来てくれて、美晴が頑張ってるって思って、ようやく立ち直れた。
無理もないさ。それに僕はいろいろ動いたけれど、結果を出すことができたのはリンカ、君なんだ。まず昨日の爆破テロだ。あの事件は原因不明の出火による火事とされた。おそらく列車の経年劣化により配線の整備不良が出火の原因だろうと。おとといの東京タワーでの一件はどうやら事件そのものがなかったことになっているらしい。動画の生配信も行われていたが、それを見た人の記憶がどうなっているかわからない。羊さんのように深層心理が覚えていて、夢という形でなかったことになった可能性を見る人はこれから現れるかもしれない。この点は真央にも聞いてみた方がいいだろう。真央なら生配信を見ていてもおかしくはないからね。以上から推測できるのは、物質の移動や変化は残るけれど行動は残らないということだね。恵子さんの時と同じだ。まさか。落ち着いてくれリンカ、順番に話をするからね。さらに時系列を遡ろう。先月渋谷で不審物が発見されたという事件をきっかけに、テロ組織ヌル日本支部の幹部が逮捕された。それは選定の参加者が命を落とした日、因果の時にユウが起こした山手線爆破テロがなかったことになったから起きた事件だ。この事件もなかったことになっている。いや、時期が変わったと言うべきだろう。彼らはゴールデンウィーク直後、つまりまさに因果の時の直後に逮捕されている。幼い少年の起こした自爆テロに関わってしまったことに恐れをなしたヌル日本支部の内部リークによりね。あの日自爆テロは起きていた。しかしその時の犠牲者は怪我人が数人、死者は実行犯の少年のみ。ユウという名前もあの時点での彼は持っていないのだったね。
私も今は生きていることになってるからね。でもおかしい、私の奥底に眠る記憶だと他にも死者はいたと思う。おそらく君がトリガーだ。君が生きているから運命は君を生かすために強引な改変をされている。私が死ねば。それでさ、アメ茶でのテロはどうなったの？文化祭の日に起きた私立アメ茶女子大学附属高校爆破テロはなかったことになっている。けれど文化祭の倉庫として使っていた空き教室から出火し、その教室が焼け焦げたという事件は存在している。嘘、それってだって、ただし死者はゼロだ。え、あ、じゃあそれって火傷をしている可能性も後遺症が残っている可能性も捨てきれない。火事そのものは起こっているからね。ニュースだけではそこまでわからなかった。それに情けないことだけれど僕も少し怖い。もし生きてはいても羊さんの身に何かが、そう思うと真央や本人に連絡する勇気が湧かなかった。君の掴んだ現実がどうなっているかわからないから、どう聞いていいかもわからないしね。なんだ、そんなことか。心配する必要はないよ。だって生きていれば不幸になんてさせないから。くす、やはり君は強いね。そんなことないよ。いろんな人の助けを借りなきゃ大切なものを守れないくらい弱いよ。
君がそう思うならそれでいいけれど、少なくとも君が生きるべきだと再確認できたのは事実だ。ミハル、それはもう違うよ。生きるべきとかじゃない、生きたいかどうかが大事なんだ。リンカ、君は生きたいと願っているんだね。うん、私はもうブレないよ。生きることに悩まない。でもね、もう一つ決めたことがある。それはソーニャも言っていたことなんだ。私たちは一度その可能性を考えた。でもナオミのことがあって忘れてた。だから改めて言うよ、私たちは二人で。ちょっと、いやあ、はじめましてだね。あれ、そうだっけ。話には聞いていたから、あまり初めてという気はしないけれどね。はあ、なんか気が抜けちゃった。それくらいがちょうどいいさ。昨日までの激動の日々がようやく終わったんだ。ずっと気を張っていたらそれこそ気が持たないだろう。しかしこの猫、レテがどうかした？レテ、そうか、この子の名前はレテだったね。レテ、どこかで聞いたことがあるような。くせ、珍しい名前だから気になっただけかな。撫でてもいいかい？あれ、ミハルって動物苦手じゃなかったっけ？苦手じゃなくて嫌いだよ。けれどね、この子もきっとリンカを支えてくれていたのだろう。だったらお礼をしないといけないよ。大丈夫だよ、ほら。ああ、
美晴大丈夫？ごめんね、無理させちゃって。違う、君のせいではないよ。この猫に触れようとしたら急にふらついてしまってね。僕が自分から倒れたんだ。何だったんだ今のは。もしかして美晴、本能的に動物ダメなのかもね。ほら、レテ、あっちに餌とお水を置いておくよ。失礼した。大丈夫、落ち着いたよ。話を戻すけれど、つまり羊さんの状態は会ってみるまでわからない。うん、わかった。私よりもずっと早起きして調べててくれたんだよね。ありがとう。ナオミが生きているとわかったから私は何も心配してないよ。嬉しいな、リンカの笑顔を見ることができるのは。そろそろいい時間だろう。学校へ行こうか。そういえば、学校はどうなってたの？先週私サボったことになってないかな。伝え忘れていたね。爆破事故と火災のせいで1週間休校だったのさ。だから僕たちの知っている先週と状況はそう変わらないと思うよ。なら大丈夫だね。お待たせ。じゃあ行こう。いや、久々の学校は疲れますな。半分以上寝て過ごしてしまったのだよ。マオの場合、いつもとあんまり変わらないんじゃ。いや、しかし1週間も休みっていうのはちょっとやりすぎだよね。さすがのうちも暇を持て余しちゃったよ。リータンもミハルもここぞとばかりにお仕事してたみたいだし。
ま、一番大変なのはナオリンだよね。ね。目の前で爆発が起きてさ、怪我はなかったからいいものの、現場にいた分マスコミにもいろいろ聞かれただろうし。大部分は学校が対応して守ってくれたみたいだけどさ、それでもどこからかナオリンのことを探すんでしょ。怪我はなかった。せっかく文化祭のために一生懸命頑張ったのに、一日目で終了だもんね。対応は正しいのかもだけど、せめて中止じゃなくて延期にすればよかったのに。あ、ナオリンはこれからリーターのところでアルバイトとして雇ったらどう？うちもしかして天才じゃ。まだ休み気分が抜けてませんな。さて、そろそろお昼を買いに。先輩。仕方ないな。ミハルンが怒ってない。ちょっとどうしたんですか。ごめん、もうちょっとだけこのままでいさせて。リータンが告った。それは違う。まあ今くらいはいいさ。生きていてくれてありがとう。